こんにちは。初代フクロウ大使の川村です。今回はフクロウと仲良くなるコツについてご紹介したいと思います。私もフクロウカフェに初めて来た時、どうやったらフクロウと仲良くなれるかなと思ったことがありました。そんな時、こんなポイントを使うとフクロウと仲良くなれたんです。そのポイント3つを今回はご紹介したいと思います。まず1つ目は、自分も怖がらないということです。自分もちょっと怖いなと警戒してしまうと、フクロウも行く、なんかこの人ちょっと怖いかもというふうにあっちもまあ構えてしまいますよね。人も同じだと思います。自分がおどおどしているとあっちもなんか一心伝心というか、こうそわそわしちゃう気持ちになっちゃうと思うので、フクロウと接するときには自分もオープンな気持ちでフクロウを受け入れるぞという気持ちでフクロウに触れてあげてください。2つ目のポイントは、とても目が良くて賢いです。なのでフクロウの目のところにまずは指を見せてあげる、そして今から触るよっていう合図をしてあげるということです。いきなりタッチされたり、こう強く触られるとふーってなってしまったり、こうびっくりってしまうことがあります。なので今から触るんだよという合図をしてあげてください。そして3つ目です。最後のポイント、3つ目はフクロウ目線です。フクロウ目線というと、まあ、フクロウになったつもり、自分がもしフクロウだったらこういう風に遊んでくれたら嬉しいなって思うことをしてあげたりするということです。なのでさっき、まあ、コミュニケーションの仕方、タッチの仕方もご紹介したんですけれども、フクロウをおもちゃみたいにぐちゃぐちゃってこう触れて、まあ、可愛い気持ちがあって、こう触りたい気持ちも高まってしまうこともあるかと思うんですけれども、あまりこうなんかこねくり回すようにぐわーって触るとフクロウもやめてよ、ちょっとしつこいなという風になってしまいます。なのでフクロウを触るときはこのぐらいだったら優しいかなというふうに触ってあげてください。そして種類によってはフライトを飛ぶことが大好きなフクロウもいます。なのでフクロウの性格を見て、この子は遊ぶときに飛ぶことが大好きだから、じゃあ一緒にフライトの練習をしようだったりとか、もうおもちゃが好きな子もいるので、おもちゃを何か持ってきてあげておもちゃで遊んだりとか、もうフクロウの性格によって遊び方というものを変えてあげてみてください。この人、僕のこと、私のこと分かってくれてるというふうに思うことができるので、心を開いてくれるようになるかなと思います。はい、今回はフクロウとの仲良くなり方ポイントについてご紹介してきました。今後もフクロウの様々な情報をお届けします。いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。そしてこの私が着ている T シャツ、こちらフクロウの里原宿店で購入することができます。後ろにも可愛くロゴが入っています。すごくスタイリッシュに着ることもできるし、いろんなアレンジができる、とても着やすい T シャツです。ぜひ皆さん一度買ってみてはいかがでしょうか。それでは次回も楽しいフクロウ情報をお届けします。それではお楽しみに。